京急線に新造車両が導入されました。三浦海岸発品川駅のモーニングウィング3号としてデビューしました。新造車両は座席シートに抗菌抗ウイルス効果のあるものが使用され防犯カメラも備えられました。また全座席にコンセントが設置されています。また京急電鉄発の設備として2号車に バリアフリー対応の洋式トイレが設けられました。品川駅に到着した後、折り返しとなる同駅7時34分発の京急川崎行きの特急で運用されました。これで、5月6日の KAB ニュースを終わります。